アントン・ステパノビチ・アレンスキーは、ロシア帝国の作曲家、音楽教育者。冬輸送に生まれたために、恵まれた家庭環境の下、幼児期から音楽に取り組むことができた。1879年から作曲をリムスキー・コルサコフに支持し、また、大砲と風画をペテルブルク音楽院で学ぶようになる。1882年に著しく優秀な成績で、 音楽院を卒業すると、翌1883年には、モスクワ音楽院で、作曲法の講師に創生成され、1889年には、教授に昇進する。在任中に、ラフマニノフや、クレチャニノフなど多くの逸材を排出しており、後に対立関係に陥ったものの、スクリアービンもアレンスキーに支持していた。1880年代半ばに、深刻な精神病を患う。 1895年に教職を投げ打って、サンクトペテルブルク宮廷礼拝堂の学長に就任し、1901年までピアニスト、指揮者としても幅広く活躍した。その後は、豊かな年金を与えられ、公職に就かずに過ごし、1906年2月25日に、結核のため44歳の若さで死去。晩年は、飲酒や宝刀が暗い影を落としていた。 サンクトペテルブルクのアレクサンドルネフスキー大修道院に埋葬されている。1892年から99年にかけてピアノ曲及びピアノ30奏曲第1番の自作自演を録音しており CD 化もされている。青年時代のアレンスキーは私の影響から逃れようとはしなかった。その後チャイコフスキーに影響されるようになった。あいつは相伴忘れられるだろう。 リムスキー・コルサコフの階層から45年に満たない、儚い生涯ではあったが、作曲家として、アレンスキーは2曲の公共曲、バイオリン競争曲、ピアノ競争曲、ピアノ曲、室内楽曲、合唱曲、オペラに至るまで幅広いジャンルで、約250曲もの作品を残している。アレンスキーは際立った、個人様式を発展させることがなかった。差し当たっては、 恩師リムスキー・コルサコフに、その後はチャイコフスキーに影響されているのは間違いない。その上ショパンやシューマンの影響も受け入れたので、アレンスキーの作品は民謡風の旋律の盛んな利用にもかかわらず、同世代の同胞に比べても特段ロシア的に響くというわけではない。部分的にはフランス的な要素も見出される。外してアレンスキーは早くから 行き詰まるような緊張や強烈な葛藤を避け、叙情的な要素に重要な役割を明け渡している。時折アレンスキーの作品は、とりわけヘピアの曲は、サロン音楽に近づいている。アレンスキーはまたしばしば摂中主義という非難に、苛まれてもいた。これらすべての点から、リムスキー・コルサコフは、アレンスキーがすぐに忘れられると予言したのだろう。 もっとも、アレンスキーの多くの作品は、確かに質の高さを示しているので、徹底的に詳しく調べるに値する。アントニー・アレンスキーとも、ありがとうございます。